こちらのメイクでは垂れ目の印象にしたいので、101番の下まつげをカットして使用していきます。つけまのりもしっかりとついてくれるので、このように引っ張ってもブレずにすごくいいです。リキッドアイライナー3ディープブラックを使ってアイラインを描きます。こちらのアイライナーはすごく描きやすいです。そして根元にポイントがあるデザインの104番のつけまつげを使用していきます。毛がすごくしっかりしていて目を大きく見せてくれてドールっぽい目元にしてくれます。